マスの中にいる金魚。まるで生きているかのように見えますが、これはアート作品です。札幌南区の札幌芸術の森美術館では、金魚に魅せられて数多くのアート作品を手掛ける現代美術作家、深堀龍介さんの個展が開かれています。深堀さんは、透明樹脂にアクリル絵の具で何層にも重ねて描く 2.5D ペインティングとも称される斬新な技法でより立体感のある品々を作り出してきました開催から2週間となった今日来場者が1万人を達成し1万人目の来場者に記念品が手渡されました深堀龍介展は11月23日までです